秋ちゃんです。鳥山明先生がお亡くなりとなり、ちびまる子ちゃんのたらこさんまで、すごく悲しいなって思っていたら、突然ブラタモまで最終回、しかも予告なし。ちょっと悲しいなって思っていましたけど、皆様のご意見を聞いてちょっと納得。タモリさんの生き方や美学がそこにある。タモリさんを称賛した上で一旦の区切りなので、特別番組でもいいから再会を願う声などが上がっていました。あきちゃんもまた見たいな。チャンネル登録お願いします。